ごめん、生理きた。無精子症って聞いたことない？精子が一匹もいなくて子供が作れない人のことだと思うでしょ。よくこんな写真アップできるよね。誰が見てるか分かんないの。もうなかったことにしてんじゃない？俺だってな、孫の写真でも撮りたかったよ。隠し事のほとんどって本当は黙ってられないことなんだよ。私たちは何のために生まれたのか。いいよね大人って。ん？そういうことも考えなくていいでしょ。忘れたはずの感情が今再び迫ってくる。うせえ！やめろよ！音楽やめろ！